さあ、おそらく最終巻?6 プラスラストステージの可能性もあるんでね。お、雲のステージ。お、雲の中、捕まっちゃった。かわいい。まあ、最後は火山ステージって感じかな。一応過去のね、流れを全部考えるとね、最後の6なんだよね。これ1の空のステージのアレンジだよね。よっ。当たり判定ガバガバすぎねえか、これ。傘でも取っとこうかと思うんだが。あれ？復活しない。いや、もうめんどくせえ。そしてスカーヒーの爆発が長い。お、マキシムトマチュ。なるほどね。怖い。勝ったー。もちろんカトンボが、乗ると壊れるやつ。まあここはちょっと言っとかんとあかんやろ。タラカサオバッケ、これ多分クーだよ。ほんとこの作品はコピーが弱いね。あー、でもクーだとするとこっちの方がいい気がする。ちょっと待って、全然クーじゃないやん。でもカッサーよりはこっちの方がいいか。おかしいないこの配置。おい、壊せねえ、壊せねえ。血管相棒だよ。ほっ、なんで連れてきたって感じなんやけど。これ絶対普通のカービィのままの方がいいレベルだと思う。あかん、足場が死ぬ。これ難易度上がってない？でも逆にそういうのこそ、うわあ！まあ、ランダムなだけかな。ランダムなだけかな。おい、ランダムなだけやな。うん。クーを用意してほしいね。さすがに、ここは。クーと、ここは。下行ってみる。下のルートは外れだったかな。この解像度のなさよね。えげつね。てかこれ絶対ノーマルカービィの方がマシだよな。これも初代のマップになかったっけ。ことはまさか、止まった。春部屋ある。まあ見つけられなかったらね、攻略サイトで確認しよう。よっ、い
今のね、あれだってまさか足場ないとは思わないからね。一応上押して反応したんだけど反応できなかったわ。ペンギン、そういえば氷食う試してないよね。氷食う、あ、試したわ。雪だるまになるやつだ。てか今作コピー少ないよな。6種類くらいしかなくない？配置えげつなくない？何これ、壊れた。氷ブロック、メタナイツ、ポイして、うん、わからん。割とリックも軽いんですね。軽いんですね。マジで解像度がないから先が分かんない、怖い。と雷やねこれ。まあどうしようもないないから。これあれやな、あの端っこまで行って空に乗り換えて戻ってくるやつや。あれこれなんや、トゲ？何やこれ。てかここ割と早かったね。何やろ。とりあえず氷じゃないことは分かった。ビームっぽいんだけどビームもないしね。カッター、何やろ。とりあえず分からんということは分かった。あ、もう終わりや。何やあれ。峠かな。ちょっと次のステージ行って、とりあえず氷じゃないのは分かったんで。ひどいひどいほっ、こいつでもないよね。だってこいつさっきのステージで見つけたもん。単純にこっちの方が使いやすいん。使いやすくねーあのすぐ次のコピー取って出るつもりだったんだけど、ろくなコピーがない。ろくな攻撃方法がなくてつらい。ファイヤーでもないよな。傘でもないよな。まだなの？針か。ああ、そういうこと。ストーンではないやろ。うん。針っぽいな。針あるな。おっと。針ゲットしたいな。ストーンでもダメって。針っぽいっすね、針。今度はこのルート。マジカルこのルート。いたり。開いてんじゃーん。
わざわざ背中向かなきゃ壊せないからめんどくせえ。もう一周しましょう。針欲しいんで。針。ちょっと待って、これ壊せる手段ないやということで、ストーン踏んで壊してから、これで張り取ってからクリアしようかな。出れへんやないか。あまりにもこのゲーム下への解像度がなさすぎて。あ、久しぶりやなこいつ。そこはあかん、これ以上いけない。じゃあ扉が開いただけか。ということで、まああと氷もまだか。違うよね。星の泉だったらジャンプかなって思うんだけど。ってことは、どっかから空の時点で空の氷？あと持ってこれるの氷だけでしょ？まあ、空だと逆にいけるからやっぱ空で来るしかないか。何かがわからないからね。まあ先に行こう、とりあえず。少なくてもコースからね、コースで用意できるものではクリアできないことは分かった。やばいね、血管ほんとカービィ2のコピーは血管コピーしかないよね。人権ねえから、そもそも人がいない。富士山みたいなのが。嘘、血管コピーが。嘘よ、あーこれっぽいんだよね。壊すのは、ただ問題はこれを持っていけないっていう。アイコン的にはトゲっぽいんだけどね。一番初め、あれ実は氷じゃなくても壊せるブロックなのか。ふざけんなよ。
これもう一回なんか来そうだよね最後カエルがやるだけだったふざけんな。よし。プーさん消えるな。あ、やべ、これ死ぬ。ただでさえ解像度低いのにこんな仕掛け本当にひどいよ。あ、トマト欲しい。取れねえ あ、ちょっとでも回復が取れたが一応トゲは用意できたさあ問題はやっぱ実はあれ氷じゃなくても壊せるかなもうあれかなカイン君はさよならか壊れないしこれあれかさらにリックに変えなきゃいけないのか。カインでさらにリックにして、でここで食うか。じゃあこれはこうか。これ取り直せんぞこれ。よし、これで右に逆らっていく。したらトゲが勝ったか。それ取れんのね。で、これを持って帰ればクリアか。怖い怖いよ。怖いやったかやったむずすぎだろこれ。多分今の無理やり食らったんでね、あれ間違ってたと思う。多分カインで戻って電気を取ってさらにリックを取っていくのが正解だったと思う。いやーえげつない、難易度曲線半端ねえ。あれだね、あのマリオじゃねえや、カービィ3の系譜だわこれ、間違いない。さあとりあえずクリアを目指そう。あれ上か。
当たり判定ガバガバだろ。当たり判定がガバガバすぎる。なんか下ありそうやったな今。なんもないや。いらっ。サンダーはね、サンダーね使いやすいんだけど、まあスパークね。上から下にはめちゃくちゃ強いけど、下から上が弱すぎるんで。しょうがないね。お、クーできてよかったね。クーじゃなかったら多分これね、この辺歩きながら行かなきゃいけない。でも俺クーだからクー。子供だってしたいんだもん、飲んだらこう言っちゃうよクー。うわぁ何これ、わかんない。左あぁぁ、ふざけんなよいい加減にしてよー。回復あれクリアして、もう意味わかんねえ残り3つの部屋も気になるな。いやー気になるな、残り3つの部屋。いきなり中、あボスラッシュか。ちょっと待って、風制限の中戦わされるやつや。これはこいつのをずっと取り続ければいいタイプ、パティーンかな。どんどん更新しながら行くパーティーンか。お、そうみたいやね。クーじゃないとダメっすよねこれ逆らえるのはクーだけだよ。ストーンが、ん、ああなるほどね。下回復も、おお、さすがクー。回よっ、押す、おら回、迷路っぽいね。正直ストーンは合わない。こいつストーカーだな。フローターだっけ。正直ストーンじゃない方が楽レベルだけど、ストーンじゃない、いらねえもんだもん。ろくな攻撃すらできんね。ぶっちゃけこいつもマリオにいたよね近づくとね、マリオのストーカー出待ちしてるやつだよね。よし、じゃあ
ザコの復活早ないですかね。間違った道の方が気になるんで、めんごめんご、来なければよかった。スイッチオンラインゲームボーイ版はよ巻き戻し機能が欲しくなるね。逆らえるな、死ぬな。さてさて、うわー、空に吸い込まれていく。おお、気持ちいい。よし、さあとりあえずボス戦行ってみよう。ん？クラッコ？じゃないよ、コピーなんもないんでね。ちょっと待って、攻撃手段ちょうだい。あ、コクラッコだ。こうカインで戦うの間違ってないかな。ちょっとそれ分離できるん。回避の手段ねえや。あ、吸われた。帰れ。あ、吸い込めるこれ。コピーはない。あ、今の壊されたのはイラだな。おーい、そんな動きする。おお、なんか新しいね。まあ、え、当たり判定ダブルバトル。この頃のカービィは防御ができないんで、とりあえず動き見るかっていうプレイができない。きゃー、画面端。攻撃手段にどっか行かれたらたまりませんね。あとスライディングないのと上で強制的に飛ぶのとで結構きつい。やったー。カービィはどうして、ボスとかに勝った時増えるんですか？カービィがいっぱいいる方が賑やかで楽しいから。